江戸時代のヤバい職業3選、親孝行。年老いた親を背負い、親孝行でございと呼びながら銭を凍たす仕事です。通行人は感心し、銭を渡していたそうです。さらにクレイジーなのが、実際背負っていたのが、実の親ではなく、ハリボテ人形だったということが多々あった点です。ゴリショウ。自作の鳥居を描いた箱を持ち、鳥居から飛び出した狐を伸び縮みさせて銭を凍う芸です。特に子供にお受けでしたが、ゴリショウというのは実は弾痕の隠語で、教育上よろしくないと今なら問題になっていたかもしれませんが、江戸時代だから、まあ、OK でしょうということです。考え物。なぞなぞやパズルを描いた紙を家に無許可で投げ入れて、気になった家主がそれを見て、そのタイミングを見計らって、気になる？気になる？ねえ、答えはねえと言って銭を凍うという仕事でした。もはや何でもあり。江戸時代の出会いの場、銭湯。当時の銭湯は基本混浴。女性は家事の合間に銭湯に通い、素敵な男性との出会いを期待していたそうです。銭湯に行くのにおしろいをバッチリ決めて行っていたとか。またカップル同士もデートスポットとして利用していました。カップルはイチャイチャ、周りでは男女が出会い、少し異様な光景ですが、ちょっと楽しそうですね。お祭り。現代に負けず劣らず、江戸時代にはたくさんのお祭りが催されていました。江戸時代は性にオープンなため、お互い着替えば桜の茂みでおせっせがおっぱじまっているなんていう感じです。また男性が女性にアプローチする方法は、この時代男性が女性のお尻をつねるという方法。お尻をつねられた女性はつねった男性を見て気に入れば、そこから発展していきました。神社参り。男性が気に入った女性に手紙を渡すのが一般的で、女性の着物のたもとに恋文を入れ、人前で開けてはいけませんよとそっとささやきます。そして女性が返事を書きますが、当時は字の美しさが知性の象徴とされ、容姿よりも大事と言われていたので、書き方を本で学んだり代筆していたりしたそうです。江戸時代衝撃の避妊法。胸体。昔版のコンドームといったところで、当時はゴムではなく動物の皮を使って作られました。根元は紐で縛るといったものです。しかし使い心地も悪く、効果も薄かったようです。兜型。素材は水牛の角やウミガメの甲羅、これを先端につけていたそうです。すぐに外れてしまったので役に立たなかったそうです。和紙。今度は女性側の避妊法。水などで和紙を湿らせた後、丸めて局部に突っ込んで、おせっせの後は局部をひたすら水で洗っていたそうです。江戸版ピン。月水早流し、1日3錠粉薬で、値段は372文、現在の価格にして約7440円とかなり高めでした。1日間。毎月1日に飲めば避妊できるとされており、値段は100文、現在の2000円に相当します。しかしこれらは成分が不明で、効果も薄かったそうです。なので、堕胎薬として使われることもあったそうです。